昔は死の交渉と申しまして、お侍が市民の皆神に立ちました。大変この幅を利かして粘っておりましてね、往来なぞはお侍が、まあ、七分は肩で風を切って歩いて、あとの三分を農耕商が歩く。その頃には話しかの歩くとこなんてなかった。どぶん中張って歩いて、まさかそうでもないでしょう。大変このお侍は怖い存在でございました。さてと、無礼者なんてことを言いまして、ね、気に入らない程度無礼打ちにいたす。切り毒の切られ損定やつ。まあともかくも世の中が乱れております自分には随分どうも住みにくい国でございました。でまあ世の中が収まって太平になってまいりますてえと、まあそうそう人を殺してもいいなんてわけにいきませんね。まあお侍が荒みが入るてえと試し切りをしてみたい。罪人などを切るときには刀を持ってって試し切りをしてもらうなんてのございます。巻きわらとか竹なんぞ切ったってつまらない。やっぱりこう生きたものを切りたい。犬猫は刀の汚れになるから。どうしても人間を切ろうなんて。大変な了見になりますね。大っぴらには切れませんか。夜分になりますてえと、譜面などをいたしまして、闇の中に待ち受けて、向こうの方から、提灯の明かりがちら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 見えますと、よし、あいつを切ろうなんて。そばへ来るのを見るてえと、年寄り。年寄りは骨が硬いしね。売っちゃっといてもすぐ死ぬんだから、ね。よそう、若いものがいい。若いのが来ると先があってかわいそうだ、なんていうこと。女子供は不憫だな。ただそうなると切るものはなくなっちゃう。まあ仕方がない。帰ろう、なんてんで屋敷に向かって帰る途中は橋のたもとで小敷が菰をかぶって寝て。こんなやつこそ生きがいがないだろう、こいつを切ろう、なんて。ちゃっ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 、せったの裏金を鳴らしながら近づいてまいりまして、故障しねって、そのまま、奥屋へ帰って、翌日は自慢話で、いやー、大した名刀でございます。箱ぼれ一つね、さようか。では、今晩、拙者が貸してもらいたい、なんて、ね。友達が切りに出て、結局切るものはなくて、橋のたもとへ来ると、小敷が寝て、昨夜、近藤がここで切ったというのに、勝負にもなく、まだね、今日。よし。で俺もこれを切ろう、なんて。同じく近づいてまいりまして、やいまして、イエーイって切るてえと、チャッ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 と下がって、欄干の手すりのところでヘッと様子を伺うと、こっちがバーッと肛門を跳ねて、誰だい毎晩来て叩きやがんな。ほんならまあ心配はありませんね。上手な人に切られるてえと、切られた当人が気がつかないてんですからな。白いゴンパチなんて、あのお兄さんは遊興の金がなくなって辻切りを働いて、この人は腕ができたから切ったやつが分からん。小唄三丁なんていうことを言いますけども、いい衣をして鼻歌を歌いながら切られたまんま歩いて、自分のうちの横丁のとこへ来たもんだから曲がろうって、ひょいっと体をひねるとパクッと二つ。そううまくはいかないでしょうけども、よく新聞などで見まして、やっぱ死後の紙でもって三十何箇所切られたが命に別状はないなんていうのがありますね。そうたくさん切られちゃいけません。やはりこういい心持ちに切ってもらわないと、切られる方だからもういい災難ですからね。でこの徳川の幕府が15代続きました。それにはようやくと勢いが衰えて、そうなるてえと、倒幕なんてことを叫びました。勤労砂漠なんてもない、火の根を削りましたね。まあ、六を離れる浪人者が多く出てまいりましたから、たちの悪い浪人者なんだ、これはまた悪いこともいたしまして、徒党組んで押し込み強盗に入るとか、追い剥ぎを働くとか、辻切りをやるとか、
真琴の世の中が殺伐としてまいりました。でその頃に浅草の蔵前通り、これ浪人者の一帯が追いはぎに現れるんですね。これはまあどういうものを抑えたかと申しますと、この籠に乗りまして中へこの遊びに行く客を抑えて、昔はみんな籠で通ったものですから何枚考えず、あの里へ遊びに行こうってんですから無一文のものはおりません。まあいう色気の里行くんですから誰しも見えがございます。いい籠でもって行きたいですね。江戸のうちにも宿籠、辻籠と二通りございました。宿籠というのはまあ今で言うてとハイヤのようなもの、籠も大変結構でございますね。担ぐ若い者も威勢のいいのが揃っております。その代わり駄賃が高い。辻籠となるとこれはまあタクシーのようなもんで、駄賃も安いがあまりどうも威勢のいい若い者はおりません。年寄りの方が多いですから、まあああいう場所へ行くのにはどうしてもいいもので行きたいが、懐都合の悪い時はそうはいきませんから辻籠をしろっていこう、これもできるだけ値切り倒していこうというんです。籠屋さん、中ではやってくれるかい、いくらで言ってくれる、すいません、100いただきてんさね、10代言うねん、100出すぐらいならおめえ宿籠でもっていかな、200にしとけよ。大の男が2人で担ぐ、だから200出してんだよ。あと100ください、300で、おいいよ、じゃあ他探すから、お客さん行きますよ、ないよりマシだと思うから乗っけちまいました。途中でねだる手がありますからね、初めの1日をなんていうものは泣きてえのを入れて、はい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 、かなんて威勢がいいんです。あとはもうブラ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 歩くよ、乗ってるお客の方は気が気じゃあります。後から来る感がどんどん抜いてきますから、おい籠屋さん、どうしてんだよ、後から来る感がどんどん抜くじゃねえか、それも宿籠に抜かれんなら諦めがつくよ、同じ辻籠が抜いてくな、ってどうなってんだよ、すいません旦那、何しろね、向こうは逆手って当てがありますからね、楽しみでさ、どうでしょう、あと100出してくれませんか、そうすれば向こう行ったあの籠抜いてみせますけどもね、悔しいね、とね、じゃあ100出すから縫いつくりなんて、やっぱりここで取られちゃうんですね。で初めからまあ出しときゃ良さそうなもんですけども、どうも人間はそういかないと言えました。上手な人は乗るときに値切っておいて、いざ乗ろうという段になって引導を渡してしまいますから、籠屋さん途中でねだっても出ねえよ、もうこうなると籠屋もねだるわけないから、今度は籠屋同士が話をしますね、なあ相棒、この間乗っけたお客さんは、なんだったな、気合いのいいお客様だったな。うん。土手ついて、旦那土手行きましたったらな、籠から出ながら、籠屋さん、俺もなんだぜ。随分道楽してこうやって籠にも乗るけども、おめえたちのような担ぎっぷりのいい籠に乗ったことはねえ。これはまあ少ねえんだけども、ほんの逆手だですってな。一瞬つくだすったっけな。これ中で聞いてると、いくらでもやんなくちゃな。これはタヌキを決めた方がいい。はぁ、もうダメだよ、寝ちゃってるよ。ご通じがねえや。籠に滑り滑り、ちゃんとね。いびきをかきながら、籠の天井頭をつける。そうそう寝ちゃいられません。おう、籠屋さん、どうしたんだ、家に籠揺れるじゃねえか、どうなってんだ。ああ、旦那すいません。今、こう道歩いてるんですからね。どうしてもこういうことになっちゃうんですよ。そうか、俺驚いたな。籠屋さん、面白い話があんだ。この前も俺は籠に乗るとね、籠屋言うんだよ。旦那、私は随分長いことこうやって籠置きをしておりますが、旦那のように籠に乗る上手な方は乗せたことはございません。これはまあ少ねえんでございますが、ほんの逆手でございますんでな。籠屋がおめえ、俺に一室くれたよ。今度は籠屋担いだままで、話があるで、今言う通りこの中へ通う客を抑え、あらまあ黒覆面黒装束、てんでてんでに長いドギドギしたやつを引っ下げておりまして、籠の周りをぐるり取り巻くと光ったやつを鼻先に突きつけて、我々は由緒あって徳川家に味方をする浪士の一帯で軍用金に事欠いておる。
命まで取ろうとはもうすぐ犬ぐじ抜いてこれ置いてまいれなんて怖いですからすっぱだかになってね、とずお助けを、うん、信用の至り武士のなさり地盤だけは許してやる、ありがとうございます、丁寧に礼を言ったりして、何を俺は礼なんで言うことはねえんです、これはみんな自分のもんなんですからね、地盤にならないってのはこれから始まる。こんな風ですから暮れ六つの鐘を打ちますと名うての籠屋さんも危ない、物騒ですから一切籠を出さないということになります。そうなるというと江戸っ子にも花やがりがおりますから、これじゃあ中がさびれてるだろう、こういう時に抜けていったらうんともてやしねえかなんてんで、ね、変な考えを起こして人の行かねえとこを無理に行ってみようなんて、頼むよ、いえいけません、もうとうにくれむつうっておりまして物騒でございますから、お部屋の一件か、だっておめえあれは毎晩出ると決まっちゃいねえだろ、なことありませんよ、今晩も出るかな、まあ出るでしょうね、受け合うか、受け合います、お、はっきり受け合ったのおめえ、そうはっきりしてっとこ見るとおめえおはぎの仲間じゃねえか、おめえ言っちゃいよ、まあまあ嘘だよ、毎晩出ると決まっちゃいねえぜ、向こうだって随分稼いだから骨休みだなんてんでな、今晩あたりに鍋をおめえつついてよ、みんな丸くなっていってやってねえとも限らねえぜ、きっとそうだよ、そこを抜けていかなくちゃいくときはねえからな、一つやってみてくれよ、そううまくいきゃよろしいんですがね、万が一ってことがありますからね、万が一なんて心配することはね、大丈夫だよ、いえ、そんなの承知で出すわけにもいきませんから、ねえって言うなよ、え、ダメかい、おいおい、じゃあ、こうしようぜ、行かれるとこまで行ってみてくれよ、もうこれ以上危ねえとなったらそこから失敬してくれいいからよ、どうだい、あなたね、そんな思いをなすっておいでにならなくても昼遊びというのもあるんですからね、まあ明日昼遊びというようなことになすと、分かったらんなことは今晩でなきゃならねえんだよ、女の子のとこから上岸点で手紙が、ぜひ今晩来てもらいたい、おまんの顔見ないと虫が収まらねえってんな、これだよね、虫おさいの顔、はあ、大変な顔ですな、なんとおっしゃられましてもどうも物騒なところを見ないと言うなってんだよ、いや、ケーキつけて俺はダチンベイだそうじゃねえか、下がっても弾むで、なあ、どうだい、ガード頂戴いたしましても若い者が嫌がっておりますの、それを出すというわけにまいりませんので、おお、そうかい、この江戸番邸籠屋に引っ越しの立つ若い者は大勢いるっていうのを聞いてきたんだがね、いや、聞くとを見るとじゃあえらい違いだな、じゃあ何か若いやつは大変が怖いってんだ、ああそうか、分かった分かった、腰抜けがするってやんだ、いいよ頼まねえよ、よかったよ。もし、親方、ちょいと待ってくれ、ね、やります、やりますよ。おい、おい、バカ。今から籠を出せるか。行く行く、黙って、黙ってねえよ。え、いえ、江戸館の若いやつは腰抜けだなんて言われたら、人から中身籠を出せねえ。お客さん、やりますよ。お、話はしてみるもんだな。やってくれるか、ええ。あっしはこの若いもんでね、いびきの章立ってんの。あそこにな、足の相棒ヘラヘラ待ってんだがね。この二人が担いだしね、どこの籠だって抜かれたことはねえね。威勢がいいじゃねえか。え、うん、籠を出しますよ。その代わりね、こっちはね、何も、大変が怖くってね、籠を出さないわけじゃねえんだよ。お客様に間違いがあっちゃいけねえと思うから出さないまででね。間違い承知なら出しますよ。承知かよ、お客さん。何で承知だな。さっきから頼んでるように言いますよ、ね。その代わり断ってきなさね、出るところまでにしてもらいますよ。大変が出たなとなら、籠を放り出して逃げちまうが、それでもいいですか。看護を放り出して客もろともなんだよ、おめえたちはそうそうなことを言うけど、おめえ反対なんだな、お部屋が怖えんだろ、冗談言っちゃいけねえ、怖くねえんのな、なあ松、おいなんて怖くねえよな、おお、怖くはねえさ、ただ恐ろしいだけでねえってじゃあお客さん今支度しますから、おお、待ちね待ちね、まあ、下が俺のが先やらしてもらうがね、後の喧嘩は先ってことなら、これはね、ダチンだ、米の約束だから、これはこよく、次から逆手だ、なあ、お前たちはそうやってやってくれるんだ、あ、景気よくこいだけおめえ、逆手を出そうじゃねえか、おお、待ってくれ、俺はちょいと下草してもらうから、この人は上へ上がってくるって、着物を脱いじ、丁寧に一枚一枚畳んで、
小さく畳んだやつを顔の布団をポンと上げるとその下紙入れタバコ入れなんていうものは着物の間へ差し込んでもともとの座布団を敷くとふんどし一つすっぱだかになってどっくり上がるわけですよ。あっ下がりして頼むぜ。うんとよそのすっぱだことね、うん、身軽いでたちだ。俺は身軽いよ。ほらこれ以上身軽くならねえよ。あのね向こう行くまでに体冷えちまうよ。いいんだよ、冷えたって向こう行ってみろ、おめえ。温めてが待ってろよ。おやおや、気が出たことでのろけ聞いちゃったよ。親方ご覧なさい、お客様すっぱだかです。うん、その方はな、お浄瑠会の決死隊だよ、ほら。あ、いいよ。曹操の寝屋にお供しな。えい、じゃ行ってきます。タイム上がるよ。肩が入る程度、蔵前通りをまっすぐに。相棒見ろよ、一っ子一人取っちゃいねえや。物騒な世の中になりやってね。何もこのさなかについてに女郎会なんて行くことはねえじゃねえかな。えいっ、はっ、えいっ、はっ。あと見ろよ、出たら出たって教えろよ。出し抜けに出たって言うなよ。びっくりするからな。でーっと伸ばしてくれよ。こっちの腹の決まったところでタッつってくれ。カゴを掘り出して逃げちまうから。よく見とるいいな。おうおう、天の橋来たで。うまくいくかな。そうは問屋がおろすめえな、こいでな。へいっ、はっ、へいっ、はっ、へいっ、ほ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 、へいっ、おいおい、兄貴、なんだ、出たか。なに、まだ出やしねえの。出口じゃねえか。なんで、この先は茅寺だぜ。うん、あそこはお前寂しいからな。あそこから出るんじゃねえかな。そうよな、そういうあそこ出そうなところだな。え、いいか、掘り出すからな。お客さん、口は開いてねえようにね、金を掘り出すからね、舌かまねにしてもらってよ。不実なやつだなんて思ったってダメだよ。初めからそういう決め式だからね、約束だからしゃあないよ。えっ、はっ、えっ、はっ、えっ、はっ、待て、ほら、出た、うえ、逃げちまう。待て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 、追ってまいりました五六人の棒で、籠の周りをぐるりと取り巻きます。ほれ、籠の中の陣に物申す。我々を有しあって徳川家に味方をする老子の一体である。軍用金にことか言っておる。命まで取ろうとは申さん。身ぐるみ脱いでこれへ置いてまいり。中におるは武家か町人か。なまじ天下いたすとためにならんぞ。え、神妙にこれいでい。どう、岩洞を籠に向けてみる。いや、籠の垂れを上げて中を見るでな、命まで取ろうとは申さん。ぬるみぬい。ああ、もう済んだか。